大根のポリポリ漬けを作りました。料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は大根のポリポリ漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今が旬のお野菜大根を大量消費できる美味しい漬物を作っていきたいと思います。さらにですね、大根の皮とあとは大根の葉っぱを使った簡単なアレンジレシピも一つご紹介していきたいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。大根、塩昆布、お醤油、お酢、みりん、料理酒、お砂糖、塩、唐辛子。今回はこちらの材料で作っていきます。今回は唐辛子を入れます。こちらはちょっとピリッと辛くなるので、お子様が召し上がる場合や辛いのが苦手な方はこの唐辛子はなしで OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずですね、大根の皮を剥いていきます。で、大根の皮はね、厚く剥いたりとか薄く剥いたりとかいろんなね、剥き方があるんですけれども、今回は薄めに剥いていきます。というのも、薄く皮を剥いていただくと漬物をした時にボリボリというね、歯ごたえのある食感を楽しむことができます。バリバリという食感よりは柔らかい歯切れのいい食感にしたい場合は厚く剥いていただいて OK です。この剥き方はね、お好みで変えてみてください。薄く剥くので、今回はピーラーを使って剥きます。このね、余った大根の皮はまたね、使えるので、こちら後でね、簡単なレシピをご紹介していきます。で、そしたらまあ大体 5,6 センチぐらいの長さになるように切ってください。そしたらこれを1センチ幅に切っていきます。で、こちらも同じように1センチ幅に切ります。で、あとはね、繊維に沿ってまた1センチ幅に切っていきます。はい、大根はこのように切ってください。そしたらボウルに大根を入れて塩を加えます。で、全体に塩をまぶしましょう。で、これでね、大根の水抜きをします。で、それではこのまま5分置いて大根から水を出します。はい、今ね、5分経ちました。このままだとちょっとしょっぱくなりすぎちゃうので、一旦こちらを水洗いします。で、このようにさっと水洗いしたら、こちらの水分をしっかりと拭き取ります。なので、キッチンペーパーを敷いて水分をね、切りながら置いていきます。で、このようにしっかりと水分を切っていただくと、より味が染み込みやすくなります。ではこの上からまたキッチンペーパーをかぶせて水分をしっかり拭き取りましょう。はい、水分を拭き取れば OK です。で、ここに大根を入れていきます。で、今回私はね、ホーローの容器を使ってるんですけど、こちら100円ショップとかに売ってるね、耐熱性のタッパーを使っていただいても OK です。というのも、この後ね、熱々の漬けだれを入れるので、タッパーを使うときは必ず耐熱性のものを選ぶようにしてください。はい、このように敷き詰めておきます。これは使うまで置いておきましょう。では続いて唐辛子ですね。唐辛子は半分に切ります。唐辛子の量もね、お好みで変えていただいて OK です。で、中の種を取り除きます。で、今回はこの2つ切りにして使います。唐辛子はこれで OK です。ではね、漬けだれを作っていきます。小鍋にお醤油、お酢、みりん、料理酒、あと鷹の爪とお砂糖と、あとは塩昆布ですね。で、これで火にかけます。火加減は中火で、こちらをひと煮立ちさせましょう。ちょっとね、お砂糖を溶かしながらひと煮立ちさせます。はい、ひと煮立ちしました。そしたら火を止めます。漬けだれはこれで OK です。それではこちらの容器の中に熱々の漬けだれを流し込みます。はい、で、漬けだれ全体に大根を浸します。はい、これで OK です。このようにね、熱々の漬けだれを注ぎ込んでいただくことで、より味が染みやすくなって、かつね、大根の辛みも取ることができます。それではこのまましっかり粗熱を取って、冷蔵庫で半日漬け込みます。それでは先ほど使わなかった大根の皮と、あとはね、大根のこの上の葉っぱの部分を使って簡単なおかずレシピを作っていきたいと思います。材料はこちらです。大根の葉っぱ、大根の皮、鶏ガラスープの素、料理酒、ごま油、白ごま、こちらの材料で作っていきたいと思います。まず大根の葉っぱをだいたい1センチ幅に切っていきます。はい、こんな感じです。で、あとはね、こちら大根の皮ですね、これは適当にざく切りしてください。
はい、こんな感じで OK です。ではね、こちらを炒めていきます。フライパンにごま油です。で、火にかけます。そしてまずですね、こちらを30秒ほどね、温めます。で、30秒ほど温めたら、ここに大根の葉っぱ、そしてあと皮も一緒に入れます。ここに料理酒、そして鶏ガラスープの素を入れます。炒めましょう。はい、で、1分ほど炒めたら火を止めます。最後に白ごまをかけてさっと混ぜます。これで簡単な中華炒めの完成です。はい、これで大根のポリポリ漬けの完成です。しっかりと味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。はい、そしてこちらが余った大根の皮と葉っぱで作った簡単な中華炒めです。最後にね、唐辛子をトッピングしました。こちらお好みで OK です。ぜひこちらも試してみてください。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。うん、このポリポリ食感がいいですね。うん、ちょっとした酸味が効いてるのと、あとね、昆布の出汁も効いててとても美味しいです。大根の皮の近くの部分と中心部分の食感も違うので、その食感の違いも楽しんでいただけると思います。うん、大根の葉っぱと皮で作った中華炒めもいただきます。うん、あ、ご飯が欲しくなりますね。大根の皮のね、硬い食感がいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大根のポリポリ漬けのポイントです。まず大根なんですけれども、今回は皮を薄めに剥きました。そうすることで大根のポリポリっとした食感を楽しむことができます。もし柔らかいというか、ちょっと歯切れの良い食感にしたい場合は、大根の皮を厚めに剥いてください。そして切った大根はですね、塩をまぶして、その後5分ほど置いて大根の水分を外に出すようにしてください。そうすることで味が染み込みやすくなります。そして漬け汁なんですけれども、まず一煮立ちさせたら、そのまま熱々のうちに大根にかけるようにしてください。そうすることで大根の辛みが抜けて、かつ味が染み込みやすくなります。で、あとはですね、しっかり粗熱を取ってから冷蔵庫で漬け込むようにしてください。漬け込み時間に関しましては、しっかり中まで染み込ませたい場合は半日ほど漬けていただいて、少しね、浅漬けで食べたい場合は1時間ほど漬け込んだら召し上がってみてください。そして今回は大根の皮と、あと大根の葉っぱを使った簡単な中華炒めを作りました。こちらもね、ご飯のお供にぴったりなので、ぜひ作ってみてください。今回のポリポリ漬けの日持ちなんですけれども、3日以降になると少しね、塩味が強くなってきてしまいますので、だいたい3日ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大根のポリポリ漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。